こんにちは、作業療法士の鳥羽正弘です。頭と体を目覚めさせる能力アップ体操、一緒にやってみましょう。まずは深呼吸です。4秒かけて鼻から息を吸いながら腕を上げます。その後4秒かけて口から息を吐きながら腕を下ろします。全身に新鮮な酸素を届け、体を目覚めさせます。次は肘の屈伸とグーパー切り替え運動です。右手は前に突き出しグー、左手は胸に置きパー、これを交互に繰り返します。腕と指の血流を増やします。次は首回し運動です。4秒で1周させ、また4秒かけて元に戻します。首周りをほぐして脳の血流を促します。次は足の前後スライドとグーパー切り替え運動です。足を前後に交互に滑らせながら、足を切り替えるタイミングで左右手のグーパーを切り替えます。腕と足の協調性を高めます。次は足踏みをしながら手の組み替えをする運動です。足踏みをしながら手の組み方を変えていきます。これによって手指と足の協調性を高めます。次は足踏みをしながら3の倍数で手拍子をする運動です。足に合わせて3の倍数で手拍子をしましょう。リズムに合わせて手足を動かし、能力アップを目指します。最後に鼻つまみ、耳つまみ、切り替え運動です。右手で鼻をつまみ、左手で右耳をつまみます。その後、左手で鼻をつまみ、右手で左耳をつまみます。この動作を繰り返します。間違えても笑ってごまかしましょう。右脳と左脳を刺激し、笑顔で目覚まし完了。毎日
楽しみながら続けていきましょう。